そのアメリカにいた時やっぱすごい自分だけ違う感じがするんですよその自分のこうホームみたいなのがなんか分からなくてこれレシピあったら別に作れるんじゃねえかって思っちゃったんですよ自分のこう生き様投影できてないんじゃないかみたいな思ってなんかもっとこうなんか瞬間的なロマンがあるもの,のをやりたいのかもなってなって。 で、たまたま塗料をこう垂らして自然にできる模様みたいなのを使ったりしてたんですよ。なんかすごい好きで。マーブリングの技術、これをうまく使えないかなっていうのがこう求めてた、なんかこう瞬間的な,な何か。これだったらなんかできそう。やっワンピースとかみたいな子、うん、子供の頃と繋がるものは嬉しいです。うん えー、ウィアドーズは「変わり者世にはばかる」をテーマとしたポッドキャストインタビューを通してそれぞれの違いを認め自分自身の個性を見つめるカルチャー音声メディアです今回の進行はタトゥースタジオ山田からブナが担当しますそしてゲストはこの方えー、こんにちは、えー、森幸太というものでございます <laughs> よろしくお願いします <laughs> お願いしますお願いしますお願いします来ていただきました はい、あのー、そうかうもうちょっと紹介みたいなした方がいいですよね<あ>分自分のあ,いやいやあまあそうですねそうですね今小田さんがな <laughs> 何をされてる方かまあ多分知ってる人知らない人もまあちょっといると思うのでうっ、ね、えっ、ー、と、はい、改めまして森浩太と申しますえっ、ー、と今は、えー、なんだ DWS という、えー、ペイントチーム、はい、墨流しをちょっと改良したや あのペイントチームをやっているのと、はいえー、それから「ペリメトロン」っていう、えーまあ、いろんなクリエーターが集まったクリエーター軍団みたいなのに所属しているのと、えー、あと「ミレニアム・パレード」という、えーまあ、バンド型のそれもこういろんなクリエーターが仲間たち集まって進行している、うんえー、プロジェクトに。 えっと、参加しておりまして、まあ、その三つの軸で、あの、なんとか。生きていこうという。感じで、やらさせてもらってます。ありがとうございます。結構、この媒体に出てくださる方、自分で、その、なんとか、生きていこう的な。ニュアンスの人が多くて。あ、多い。なんか、その。食いつないでるみたいな。いう、言い方してる。必死、必死に。 多分そんなことはないと思うんですけど。いえいえいえ。コウタさんと僕の出会いから行くと、多分そのそ、のタトゥースタジオ山田、僕が所属してるチームに、その DWS に所属してるグリーニーが入ってくれたことで、多分そこからまあ何度かご飯とか、 ご飯とか、普通にイベントにお邪魔させていただいたりとか。ですね。めちゃめちゃ来てもらって。っていうことで今回ちょっと、お声かけさせていただいたんですけど。ようやくないか一緒にって感じで、ありがとうございます。りがとうございます。何でもないです。すいません。独特な空気感に今なっちゃう。いや、多分これあの、本当はもっとラフでいいんですけど、俺も結構スロースターターな感じで、よかったですよね。聞けて。 こういうい取材にしてもそうだしこう友達になる時間のかかり方と<ー>結構そうなんですよだから多分徐々に最終的にはいい感じになってるような私何、ねね、かあの <laughs> お酒飲んでない時に浩タさんに会うっていうのが、うん、ほあほぼほぼ初めてほぼ初めてまあイベントにお邪魔した時はもちろんノードリンクでしたけど <laughs> それもあってか、うん、あれなんか浩タさんとちゃんと シラフで喋るの初めてかもみたいな, <laughs> な緊張があるんですけど。<laughs> <laughs> もうじゃあじ、徐々にちょっと。そうですね。お互い、下りていします。お願いします。はい。なんかこの媒体がもう、その前半と後半に分かれてるんで、前半はもう、その幼少期から、もう今までのことを、どん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 聞けていけたらな思ってるんですけど。そうですね。 確かそういうなんかこう話は僕多分聞けたことがないので普通に楽しみなんですけどあんまりないか,か出身はどちらなの出身は、えー、と神奈川の、えー、と川崎なんですけど、まあ、ほぼ記憶なくて<え>あのっていうのは2歳ぐらいの時にも引っ越しちゃってそこから。 えっと、カリフォルニア、気づいたらカリフォルニアに気づいたらカリフォルニア。気づいた。気づいた時にはカリフォルニアに行って、まあどうやら川崎生まれだったらしいみたいな。そうなんです。そうなんです,、ね、んすよ。で、9歳ぐらいまでそっちで帰して,て、えー7、7、年ぐらい。ずっと5年、つい先まで5年だと思ってたのが、まあ実は7年。えご両親が、 出出張張ででとかですか出張とかかかすいう両親、えっと、親父の方なんですけど<ー>親父がその時なんかオフィスのなん内装のこうなんかディレクションというかプロデュースというかんかそんなような仕事をしてて<ー>でその会社があのアメリカの方にもともと会社があったのかなんなのかでまあこうそっちに行ってくれってなって。 でじゃあ家族ごと行こうってなったらしくすごいで俺兄貴と弟もいるんですけど <coughs> 俺がその生まれた直後ぐらいに行って向こうで弟が生まれたりして<ー>っていう感じだったっ、ね、あじゃあもうほぼ、ね、あの帰国子女って言われるとい言われるやつ、ね、ほぼそうですよ、ね、ほぼ多分その時カリフォルニアにいる時は日本語を学ぶ場はなかったんですか普通に家の会話は日本語な 家の会話はそうですね日本語でえっと兄貴とだけもう多分やっぱ現地の学校に行くから、うん、あの英語の友達がこう増えるじゃないですかから、まあ、純粋にこう英語が好きで、はい、で兄貴とはなんか英語で謎に喋ってて<ー>おかんおやじとは日本語で喋って、はい、で一応なんか週1で土曜日にだけあの日本語学校があって。 あみたいな<ー>一応それがあって行かないといけなくてすげえおもんなくてそこは何え <laughs> たいのかなこう、まあ、やっぱ月から金曜日まで、まあ、週5でその英語で遊んでるじゃないですかで週1でこう日本語の学校ですってなってそれはいいんですけどそこではなんか英語でやっぱしゃべっちゃいけないみたいなこうルールがあって。 にここでは日本語を学ぶ日本語を忘れないようにするための学校だよみたいなのがあったから英語謹慎されてなんで英語謹慎されないといけないの <laughs> もうこっちらはわかんないじゃないですか <laughs> です、ね、日本語忘れないためとか言われてもで,、ね、でもみんな英語で喋ってるし、うん、英語の方が喋りやすくなってるし今みたいな、えー、でそれでこうまあ嫌いだったんですけど、うん、まあクラスの中にそれがこう数人いるんですよあの 嫌い,嫌いなやつ。嫌いなやつ。<laughs> 5クラスぐらいあったのかな、多分。でなんか各クラスにそれぞれそういうやつがいて、英語の方が好きだ。うんうん、英語喋りたいで。そいつらとこう、まあ、集まって5、6人ぐらいで、あのなんだちょっとこうみんなと離れたところで、こぞこぞ英語で遊んでるみたいな、みたいなやつです。<laughs> 特殊ですね <laughs> <laughs> で。めっちゃさっきのあのウィア,アドーズのロゴ。はい の感じに近かったのかもしれないです、ね、あ<ー>クラスに一人いるあの愛のやつがそれぞれ集まって嬉しい <laughs> じゃあ僕が声をかけさせていただいたのはもうもう今大正解だったってことですねだと嬉しいですね <laughs> 今むちゃくちゃ普通になってるかもしれない <laughs> 絶対そんなことはない <laughs> 大丈夫ですそれは <laughs> そんな感じでしたねうん えー、そうなんです、ね、そうえ九9歳までいて、うん、何のタイミングで戻ってきたんですかあー何のタイミングだったんだ普通にお仕事がた確かになまあ、なんう多分、うん、そんなようなことなのかな、えー、そういえば聞いたことなかったんですけどあ<ー>まあそうですね気づいて帰ってきててで そ,うその後親父はちょっと変な方向に行っちゃったんで。<laughs> <laughs> そ,それは何ですかそれは、あの、帰ってきて、はい、最初一軒家に住んでたんですよ。で、それ住んでたのが藤沢って、あの、江ノ島とか、うん、あっちの方なんですけど、はい、なんかそれも、その両親が、あの、なるべくカリフォルニアに近いところに住みたいとか言って、すごい。で、なんかいろいろ調べた結果、まあ、その、公家沼海岸ってとこなんですけど、うん その辺はなんとなくこう通ずる雰囲気あんじゃねえかみたいな感じでそこ選んで引っ越してで一軒家住んだんですけどその時はまだ親仕事してて、うん、でなんかだんだんこう会う回数が少なくなっていってあ<ら>その家になんかそういえばいないなみたいなことがちょっとずつなんか増えてで中学ぐらいになった時にそこの家引っ越すってなって、はい、で むちちゃゃく部屋全然足りなくないみたいなアパートに引っ越したよじゃあもうなんか。そう。で、親父もなんか最近いないし、なんかうちどうなってんだろうなんかすごいことになってないかみたいなのを感じつつも、別に受け入れられてはいたんですけど、まあそうなんだ、悲しいなぐらい。まあ、アホなんでそこまで頭が回らず、うわ、部屋足りないけど、俺この部屋がいいみたいな、なんも別に考えてなかった。 で親父がいなくなってだ,だんだんだんいなくなっていってんである日こうそういえば親父ってなんか気づいたら全然いないけど <laughs> な何してんの今、はい、でっていうのを聞くとなんか今ちょっとブラジルになんかまた出張で行ってるとかあな,んまあなんかいろんなとこ行ってるみたいなのを、はい、まあちょこちょこ多分言われてたからあの受け入れられてたと思うんですけど、うん、もうだいぶ長いこといなくなったタイミングで、うん、そうブラジルに今はいるみたいな。うん、まあブラジルにいんのなん 何つって仕事みたいなあそうなんだってなってでそれがまあ結構続いたんですけどずっともう何年もそういえば会ってないんじゃないみたいなんで、まあ、その数年が経った後になんに急にお父の話をこうされ始めて「実はブラジルに行ってた」ってのはたらだとか言って「あ<ー>そうなんだよ」「えじゃあ何してんの?」っつって,言って「今沖縄にいると」と <laughs> 沖縄? <laughs>」めちゃくちゃ地形じゃん」と <laughs> <laughs> なんん沖縄にいるのつったら、今リハビリを受けてると。えー、でなんでつったら、もう薬物依存がずっと抜けられなくて、なんか変なことになっちゃって、沖縄で。変なことになっちゃって。変なことになっちゃって。<laughs> な,なっちゃって、<laughs> <laughs> 今治療してると。えー、すげえなって、で、そっからま,あまた数年経って、あのー、 無事回復してすすごいっすねそうなんかまあ全部こうやめてまあ酒もタバコもやめて、うん、あのドラッグもやめてちゃんとこう綺麗になってで今そこであのまあどうやら真面目にこうリハビリしてたらしくて、うん、その,あのなんだこう姿勢がいいからそれをこう自分と同じやつをこう救う側に回ってくれないかそこで働いて。 かかないかみたいな言ってもらえたらしくてほんでそこでずっと働いて<ー>つい最近までずっと沖縄でやってたんですけどっていう感じですね<ー>今やめてまた自分で何かやり始めじゃあっそうそうそれから回復してからはちょこちょこあってて、ね、要はその回復するまであのなんかあんまりこう希望を与えちゃいけないというか。へ なんからしくて<ー>家族とかにこう一回会っちゃうとまた会えなくなった時に<ー>こうなんかまた入っちゃって<ー>で,で逃げようとしてまたなんかドラッグを手に入れようとしたり<ー>なんかそういうのがなんかある方針というかあって<ー>でしばらく会えなかったみたいな。そうなんだ途中びっくりしましたけどいい話です。 わかりやすいっすよねカリフォルニアでめちゃくちゃ遊び覚えちゃって <laughs> 帰ってきて <laughs> <laughs> そうですねやめらんなくて確かに確かにで変なことになっちゃってっていう <laughs> <laughs> 変なおやつです、ね、あそ,うそ,うあそうなんですね、はい、あそうえっ浩太さん自身はそのなんていうんですか、まあ、さっきちょろっと話ありましたけどその英語のん日本語学校で英語しゃべってちょっと、うん 他の人から外れるとかじゃないですけど、その。まあ九歳までの期間から、まあそれからもそうなんですけど。ずっとその、ちょっとやんちゃボーイな感じだったんです。ああ。まあ。そうすね。やんちゃ。だけど。なんかいわゆる不良っていう感じ。でも。なかったと思ってはいて。その。不真面目だけど。そ,そのなんだろう。 こう喧嘩とかは全然しない,いな。あ<ー>だ破壊はしたことあるけど、暴力はないみたいな。<笑><笑>だいぶやんちゃですけど破壊って何, <laughs> 何かによる <laughs> <laughs> な。何かを破壊とかは、まあ、しちゃったことありましたけど。<ー>っていう、こう、なんだろうな。何が近いんだろうな。まあ、めちゃくちゃよく言えば、うんうん ルフィ的な、こう、めっちゃよく言ってますめっちゃよく言えば。まあ、あいつ喧嘩するけど、自ら暴力はしないい支配はしようとして、ただふざけてたいだけで、この世のルールがなんかキモくて、それには抗いたいみたいな。今もあんま変わってないですそれはちょっと。 見受けられますくよく言えば <laughs> <laughs> そうなんですね <laughs> もう一個その生まれで言うと生まれで言うとというか、うん、生まれのちょっと変なところが一個あってあの親が両方尼崎と,、えー、と西宮で兵庫県なんですよで兄貴も兵庫で生まれて俺が生まれる直前に川崎に引っ越してからの今の流れ だったんですよ、えー、親戚がみんなその関西の方で日本に戻ってきてから藤沢で暮らしてた時とかはさすがに兄貴とは日本語に戻ったんですけど、うん、家族とか親戚とはその関西弁関西弁って言ったらいいのかほぼ大阪弁みたいな感じなんですけど<ー>で喋ってで友達とは普通に標準語で喋って。 っていうこうなんか脳内でこうすごい切り返してす。すごいっすね。今それはあんまできなくなっていっちゃって。はいはい。こんな感じになって,て <laughs> どんな感じですか <laughs> <laughs> ええ、すご。<laughs> そうか。じゃあもう本当なんか地元どこですかって言われたらなんか、そうどこって言えばいいんだろうみたいな感じなです。まずいけど、まあ、地元って。 俺的には地元はやっぱ藤沢、まあ一番長く過ごしたのが藤沢。<ー>生まれどこって言われるとちょっとややこしいというか。う川崎だけど別にルーツないし、みたいな。アメリカもあれだし、関西弁喋るけど住んでもないし、みたいな。んか <laughs> <laughs> 変なんですね。変ですね、それは。へ <laughs>、えー。そうなんですね。ちょくちょく行くんですか、<ー>兵庫。兵庫はちょこちょこ。 まあ最近は全然帰れないんですけど、うん、まあでもちょこちょこへ <coughs> えそうなんですねですねちょっとそしたらもうちょっと深掘りしていいですか、うん、若いところの話、はい、お願いしますまあでも今の話聞いてたら結構ありそうでなさそうなんですけど、うん、コンプレックスみたいなのありましたあいやた分俺すごいあると思います、えー そうなんだそのアメリカにいた時もやっぱすごい自分だけ違う感じがするんですよ、うん、その、まあ、何人か日本人はもちろんいたっすけど、うん、なんだろうな別に何かこうひどいことされたとかないけど、うん、なんとなく輪に入りづらい感じとかもなんか,なんかちょっとこう思い出せることもあったり<ー>うん。 もあるし、うん、うん、なんだろうな。そのコンプレックス。結局自分のこう。ホームみたいなのが、はい、ま藤沢は一番強いんですけど。うん、なんかなんだろうど。どこが俺の軸なんだろうな。みたいなのが。うん、なんかわからなくて。うん、なんかそれをすごい気にしてた。時期とか、うん、すごいあったっすね。うん、なんかアメリカイタリアアメリカでもない。うん、関西ルーツあるけど、関西でもない。うん 神奈川生まれたけど、生まれた時からのこう、エピソードは何もないみたいな。うん、そっかそっか。俺は何なんだってなった時はあったりもしたし、うん、なんだろうな。だそれがゆえにこう、あの、いろんな場所、場所というかこう人、人、はい、あの、なんて言ったらいいんだこう、入り込む。 軍団によって、すごいそこにこう、会おうとしちゃうんですよね。合わせようとしちゃうというか。はいはい、すごいこうなんか、メタモン的なというか。うーすげえ自分がないように感じる時もなんかあったり。それがなんか、多分ちっちゃい頃にいろんなとこ行ったり来たりとかしていく上でなんか、芽生えちゃったのかなって。 あの今は客観的に見てるんですけどそうだからそれがあのー、それ結構コンプレックスかもしれないです、ね、ちょっと意外でしたそのメタモン的なとメタモン的にはこういる人によって結構キャラ変わってるような気がするというかうそうなんだでもんかそれが割と無理なくこうできちゃってる感じもなんか少し気持ち悪いなあ 確かに。ああそういう、<coughs> そう言われてみるとなんか、自分もそうなのかもって思っちゃったりしますね。うん。こう溶け込むじゃないけど、ああグループに。まあそれも大事なことなのかもしんないですけどね。ああでも、めちゃくちゃグループに所属してますよね。確かに。<laughs> <laughs> そう考えると確かに。確かに。グループに、すげえいるっす、ね、うん。からなんか、 大事なことではありそうです、ね、そのなんか今となってはというかうん、うん、そうっすね、うん、しなんかうん二十歳過ぎとかまあ20代とかは結構それがこう気になってる時もあったんですけどなんか今はだんだんこうまあ意外と自然なのかなとうかみんなあるんじゃねえかなうん、うん、みたいな感じにな慣れてきたるんですけど。うんうん うんとかあとなんだろうな。まあ、だいぶ自分勝手ですね。<laughs> <laughs> それは幼少期から、<し>今もってことですかうーん今、多分幼少期からもそうだし、今はなんか、さらに。<laughs> 増して増して増しちゃってるんじゃないかっていう気がすごい <laughs> それはいまだに <それ S 1> ありますねできる人にそんな多いわけじゃないですよねだどんどん強制されていくじゃないですかああそうそ自分勝手にできてるのがめっちゃいいことですよねそああそ,そういう面じゃなくてってことですかうんいやんだろうなこうすごいこの仲間 はい、同士のこうまあなんだそのつながりというかこう、うん、なんかあるじゃないですかグルーヴがあるじゃないですか、うん、それをすごい大事にしたいとかこう、まあ、愛は大事だとか夢は,、はい、は大事だとかそういう,こう気持ちが自分にあるとは思うんですけど、はい、なんかそれをこう無理やりにでも出さないとすごい、はい、あの 本当に何もこう人のことを思わず生きれてしまう気がするんですよ。それはそれはちょっとまずいですねすそうなってしまったらうん。絶対無理なんですけどなんかそれぐらいな,なんつったらいいんだろうなすごい大事なことだしあのなんだろう まめちゃめちゃ大事なことは自分的にはこう人には絶対必要だって思うってはいるんですけど、はいうん、なんつったらいいのかななんかまあ、実家にあんまり帰らないとかんあのなん今までたいあの彼女と別れてきた原因が。うん なんか俺は今もっとやらないといけないっていうので別れてしまうったとか自分を選んでしまうみたいなめちゃくちゃ悲しいんですけどでも今俺はそれやらないとなんかダメになっちゃう気がするみたいな,なんかそういう勝手さみたいな,たいなだからそっちにこう振り ローとしたら平気でいけちゃううんだろうなそういうことですね。うん、まずいなって。制御してくれる人がいないと。そうだし、こう<か>自分から、ああいつ今日誕生日か、はい、何か祝ってあげないととか、はい、っていうのを、こう、なんかや,やるようにしないとなというか。ね、はいはいはい。全然できないですけどね。<laughs> <laughs> できる限りはやろうできる限りはまあ頑張るっ<ー>なんかずっとそこなんか行ったり来たりしてるような気が <laughs> <laughs> また俺自分,自分モードになっちゃっっていうあ,<ー>あじゃあちゃんと自分で修正するんですねそこはできる時は,でき,る時はできずに過ごした 2年ぐらいがあったんすけど、まあ去年、おととしとか。ああ<ー>、<も>結構最近です。そうっすね。うん、もうすごい、本当もう自分がやることに全てそれがこうね、やがてこう、結果的にその作ったものが誰かの、うん、なんだろうな、庭というか、楽しいなって思いになったり、うんうん、誰か友達が喜んでくれたりとか、うんうん、そういうのになったらいいなっていうのはありますけど、はいはいはい。でもなんかもう、誰ともこう、 ほぼ合わないし、みたいなことを結構やれちゃう。危なさあるなぁ。あそれはちょっと危ないです。まあ、基本自信ないっすね。結構、ね。えー、何事にも。もの作る以外 <laughs> ああ<ー>。マジでそうなんですよ。へえーまあ。だからやるしかないっていう。はい,はいはいはい。へえー。感じ ただそれだけやっててもお前やばいぞっていうのが今のこう葛藤というか <laughs> <laughs> お前それしかできないからそれやっとけよっていう自分とでもお前それだけやってたらお前自分勝手になっちゃうのやばいぞもう終わりだぞっていうホタトソンの中にいるんですねいる気がしますね悪魔的な的なへえそうなんですねはいなんかその まあその幼少期じゃないですけど、うん、まあその頃、まあ小さい時から何になりたいみたいな夢あったんですか。決まってたんですか。なんか一番最初に俺が言ったらしい。全然覚えてない。はいはい、まあスイカになりたいって。<laughs> かっけーかなとか言って。<laughs> 緑と,と緑と黒で中に中赤しましまで中赤 <laughs> でかいし丸いし <laughs> うまいしなんかちょっと聞きたかったのと違った違<う> <laughs> <laughs> まあでもそういうことですね <laughs> まあそれを言ってたのが一番最初し <laughs> やばいですね <laughs> それはなんかそう一個言われてえー、そ,そうだったんだっていうぐらいなんですけど <laughs> その後な何だったっけな小学校の時とかは まあめちゃ単純でスラダン読み始めてまだサッカーやってたけど小6の時ぐらいにはスラダン読み始めて中学でバスケしたいなじゃあバスケ選手ぐらい感じで帰ってで中学中学入った時からちょっと今の方向になんか少しずつ行き始めたようなえは早いですね早いどうなんですかね 専門ですか専門何の専門学校ですか特殊メイクと造形の学校でバンタンっていうあバンタンはい2年間中学の時にバスケ部入ったけどそれよりも遊ぶ方がてかスケボーとかやり始めちゃってそっちが面白くてあんまバスケ 真面目に全然やんなくって、うん、でそれでこうまあ遊んでる時にいろいろ出会っていったのがえんだあそのもうちょっと前か小学生ぐらいからアメリカのプロレスがすごい好きで、えー、なんか兄貴が見てたんですよ向こうに住んでた時に多分友達が見てたかなんかで、はい、ハマってでそれも一緒に見るようになって、うん、アメリカのプロレスが好きで でその,あの特番みたいなのがあるんですけど、うん、その特番であのリンプビズキットっているじゃないですかバンドなんかミクシチャーのアメリカのバンドがいて、うんまあ、そういうの人たちがあの主題歌というか入場曲がのライブをやっててうわっかっけになって、うん、そこからなんかそのアメリカのミクシチャーリンキンパークとかコーンとかマリリン・マンソンとか、うんうん、その辺にすごいはまっていって。うん で、中学の時に、そうですね、その辺をなんかいろいろこう、聞いたりして、遊んでたんすけど、えっ、ー、と、そこで、あの、スリップノット、うん、マスクつけた、に、すごいこう、はまって、うん、かっこええってなって、で、マスクが、あそ,っっね、そう、めっちゃかっこいいから、えー、作りてぇってなって、えー、あの、なんか自分で紙粘土とかって、こう、作って、はい でそれつけて、あの、なんか廊下走り回ったりとか。え、それが中学生の時それが中学生です。えー、すごいマスクかっけえな。なんで、そっからその、このマスク誰作ってんだろうなっていうところから、あの、当時、なんか特殊メイクのアーティストが作ってたらしくって、で、あのー、なんだっけ、テレビチャンピオン。はい。 でちょこちょこあの特殊メイクのあったかもあのあったんすよね。はい。会がなんかだあ,、はい、あのこの人たち特殊メイクの人だって,なって。はい。こういう職業あるんだってなってそれとこうリンクして<ー>あそこをやったらマスク作れるんだ。はい,はい、はい、ってでそっからそうですねあそれごめんなさいもういつの間にかそれ高校の話になっちゃったんですけど高校、はい、の時にそういうのがあって。 でで専門に行ったっていうかす,すごいなんか音楽の方じゃなくてマスクの方にマスクの方に関心を持つ中学生がすごいですね <laughs> そうですねんなんでだったんだろうなでもあのハロウィンとかがすごい好きだった昔からはい、はい、あの向こうアメリカだとすごい子供たちがこう仮装して、はい、こう歩き回ってみたいななんかあれがすごい好きでう 帰ってきてきからはなんか最初は「スター・ウォーズ」とかあったのかな、うん、がすごい好きでなんかあの金物焼いてこうなんか木の棒を買ってそれをこう削って木刀みたいにして赤いビニールテープ巻いてチュ <laughs>、はい、ーチュ <laughs> <laughs> ーチューチュっ,っ,っ, <laughs> っていうそれ空いていたんですかそれ <laughs> 俺が作って配って。一緒に作る方で。一緒に作ったり、自分でこう、青も作ったお前、これ貸し上げるよ、みたいな。戦ったりして。創作キッズですね。創作してましたね。なんかそういうのは影響あったんだろうな。何か見て、それを、こう。 現実になないものんか自分じゃなくなる瞬間みたいなのになんか漠然と憧れというか魅力を感じてたのかもなっていう気がするっす、ね、その専門入ってからは別特になんかちょっとカルチャーショックを受けるじゃないですけど何かおもさんと違うみたいなのもなかったとか。 あ,あいやめっちゃありましたね。<ー>専門行って、あの、まあ、そのマスクとかこう、まあ、クリーチャーみたいな。その特殊メイクから入ったから、ちょっとこう、グロい表現とかも、うんうん、当時すごい好きだったんですよ。うん、なんかでっかい傷口とか、うん、生首みたいなとか、うん、かそういうのを作りたくて入ったのに、あの、最初やるのめちゃめちゃビューティーだったんですよ。<ー>普通のナチュラルメイクというか、メイク学科の、 特殊メイクコースだその特殊メイクが始まるのが半年後からあのまあほ基礎の洗濯授業みたいな感じでこううそこから特殊メイク選べたいやつは選べるみたいな感じで, 2>, うん、うん、で2年目からがっつりっていう感じだったんですよん最初の半年とか本当普通の赤リップの塗り方とかスキンケアとかやりたくねーこれ。<laughs> <laughs> それちょっとしんどいですね。なんで俺赤リップ塗られないといけない塗られる側なんですか塗られる側も交代して。交代して。そうそうそうか。なんで俺つけ間とかつけられないいなビューラーってなんだろうへみたいなギャップとかあったっすね。あと、普通に好み、みんな多分思っただろうけど、むちゃくちゃいろんなやつがやっぱいたから、それの面白さはその時、 その面白さはもちろんあったけどなんかあんまりこう合うやつがいないみたいな感覚は、ね、あ<ー>普通に友達としてはおもろいけど好みが全然違ううん、うん、そうですへじゃあその2年を経てそっからどっか就職とかしたんですかそっからえっ、ー、と就職しなくって 2>, えーとまあ、2年卒業した後はどうしてたっけな地元で、えー、とテレアポのバイトかなんかしてた、えー、<laughs> バイトをいまだにその時してて、はい、あのー、まあなんかこう入りたいところがまだ、うん、特にこう見つかってなくって、うんはい、あのー、なんだろうどっちかっていうとこう アーティスト側みたいな動きに多分憧れがこうあってどっかにこう工房に入るとかっていうより自分の作品を作りたい欲がその時はすごい強くってであのそうっすなんか今はちょっとまだ修行だみたいな気持ちであの作品作りながらちょっとしばらくバイトしてとりあえず作れるものを貯めようみたいな。貯めて あのどっかこう入りたい場所を見つけていこうかなぐらいのまあっていうのもまあありつつそこまであんまり考えられてなかったんですけど、うん、とりあえず作品作りながらやっていこうとして<ー>で地元戻ってえっ、ー、とバイト続けながらそして結局全然作品とか作れなくて<ー>たまーになんか友達が。 あの服作りたいからデザインやってよとかやりたいっつってやったりとかをしてたけどほぼほぼ何もできずに1年ぐらい経って、うん、でそしたらそのバンタンの一人後輩で仲いいやつがいて、はい、そいつはスケートとかそのヒップホップとかすごい好きで,、うん、で仲良かったんですけど、うん、それが薫の、うん、リーダーボのる、はい、なんですけどそいつの卒業制作にあの。 で、なんか、ちょ、手伝ってくんないかみたいな感じで呼ばれて、その、薫の作品のモデル側みたいな、うこう、特殊メイクされる側の、で、ちょっと来てくんないっすかみたいな。で、それで行き始めて、制作期間がこう、1ヶ月、2ヶ月ぐらいあったから、まあ少しこう、通って、で、うん、っやってた時に、あの、俺がその在学中にお世話になった人から、こう、 何してたのこの一年みたいな「うん、いや結局何もできないっすね」っつって「であそうなんだ」とか言って「うちで働く」みたいなこ,うこと聞かれて「うん、ああどうしよう」ってなったけども、まあ、確かに働いたらこうまあとりあえず何かしらそのこう業界で頑張ろうとしてるやつと、うん、まあこうなんだ接することができるし。 あの機材とかも使えるなと思ってありだなと思ってそこから働き始めてで3年ぐらい働いたす、ね、それは何のど何の仕事で働いたんですかえっと講師はその現役の人たちが来てあの授業やってくれるんですけどその学校の運営スタッフがなんでてそう,いうことバンタンで働いたかあ,あそうそうそう、えー、バンタンであの そのなんだ副担任的な学校の運営のサポートと生徒のこう相談役みたいな、うん、アドバイザーみたいな、えー、あなんか僕も専門にいたかもいたんですか副,副,副講,講師みたいな,なんかその,あその学校側のなんか先輩謎の先輩はいはいはいあそうだっただみたいなノイズをやり始めてへえ 大丈夫かと思いつつ、うん、まあ、それこそ本当自分のことしか考えてなかったはい、はい、機材使える。誰かと会えるかもしれないっ。<laughs> <laughs> っていうので入って、うん、ほんで、そうですね、3年ぐらい働いてたんですけど、うん、そこで結構あの、学校のなんかこう、ポップとかあるじゃないですか。うん、はい、はい、夏祭りあるよとか、うんうん、こう、ガイダンスありますとか、なんかそういう。でそれらが、 あの全然かっっよよくなたたのすすごい嫌だったんで専門、うん、学校デザインとかファッションの学校なのにポップクソダサいなのがうざいな、はい、と思って「はいはい、ちょっと俺変えていっていいっすか?」とか言って <laughs> <laughs> 自分勝手 <laughs> <laughs> かなり自分勝手だなと思ってうん、うん、<laughs> それで先輩でずっとそういうグラフィックやってる人がいたからその人に教わりながら、うん、ちょっとかっこよくしていきましょうよとか言って。うんうん で、2人でこうそのグラフィック担当的な、こう,うーんそれ別にないんですけど、うん、まあそういうの作るときはこいつらに任せようみたいな感じのこうポジションにグッと入って、えー、いいですね。すごい。そうで、グラフィックをこう作ったり、もの、はい、作ったり、学生のこう相談をこう受けたり、みたいなのずっとやってました。えー その学生さんで今でも業界に一緒にいるみたいな人いるんですかああ一緒に一緒にいるというか一緒にこう現場で会ったみたいな<う>とかちょいちょいある、ねえー、なんですかすごい素敵な話ですね。あなかなかないですけどでもそうっすねちょいちょいいるっすね。やっぱすごい少ないっすねこう,そうですね 現役じゃない現場に残る人は結構いろんな職種にこういっちゃう全然いいことだと思うんですけど意外と少ないからあ会った時熱っってなりますねそうですよね先生って呼ばれてたんですかいや何て呼ばれてたっけな浩太さんですねまあじゃあ僕と一緒ですねあそうなんですねええ じゃ、カオルさんとの出会いは、ファンタンだったんですかファンタンっすね。<ー>カオルも特殊メイク家で。へぇー。で、そうっすね。当時こう、ダボダボの服着てるやつすら全然いなかったんういわゆる b ボーイみたいなやつが、マジでいなくって、うん、っていう感じだったんですよ。みんなこう、うんうん、もうちょい、こう、本当にファッション好きというか、うんうん、おしゃれない。 子たちちがめゃ多かったからなんか結構稲い側だったんです今もそうなんですけどずっとそうなんですけどい構稲い側であなんかこいつ面白そういなそれでそう仲良くなって割と速攻仲良くなってっていうのが出会いでしたミレニアム・パレードが2019ぐらい始まって一緒にやっていこうぜっていう話になって。 俺らのチームだいぶこんなやつら揃ろい嫌なことはやらないってやってきちゃったやつら <laughs> <laughs> やらずにどう生きていけるかみたいな <laughs> なんでダサいグラフィックというか広告は生まれ続けるのかみたいな、まあ、自分たちが信じるかっこいいものをどう作りながらやっていけんだろうなっていうのを。 とにかく多分考えた。10人ぐらいって、まあ、じゃあまっすぐ線かけって言われたとして、このちょっとしたブレとかあるじゃないですか。自分の癖とか。それで普通のやつっていないじゃないですか。普通ってじゃあどれっていう、まあ、変なやつ、ま、寝くらないやつ、まあ、そういうやついた方が面白いじゃないですか。はいはい。かっこよくしたいっすよね。日本を。